昔、今から200年も前のことだと。天明3年から5年の間、大凶作が続いたんだと。そんな時、相馬の国では人口の3分の2もなくして、6万石の禄高は1万石に減っちまったんだと。この国を元に戻すのには、北陸地方の浄土真宗を信心する真宗移民を招くしかねえと考えた相馬藩では、坊さんに頼んだり、向かいの人たちやったりして、移民を募集することにしたんだと。なんでもな、この当時、農民は自由に自分の土地さ離れることは許さんねえことだったと。越中富山の方の若え者らは、諸国巡りの坊さんから相馬の国では暮らしやすいという移民の話を聞いて、俺たちは長男でねえから、どうせここにいても家も取れねえし土地ももらんねえ。一生下働きするよりは他さ行ってみっぺでねえか、と相談して移民になることに決めたんだと。こうしてある夜、若え者らは集まって一団となって、ひそかに加賀の国から脱出することに成功したんだと。ほんでも、いつ追ってかくかわかんねえもんだから、昼間は山ん中さかくっち、夜遅くなってから山道や裏手を急いだんだと。こうして山越え、川渡って、何ヶ月もかかって、やっといわきの国境の勿来の関までたどり着いたんだと。この時には若者らは、裏道を探す気力も体力もなくなって、関門に出ちまったんだと。関所の役人は一行を止めて聞いたと。貴様ら、どこから来ていずこへ参る。一行のおさらしい者は答えた。加賀の国から参りました。相馬へ行きやす。通行札を出せ。一行のおさは困っちまって、ねえです、と言ったと。そしたら役人は、無礼者、ここを何と思ってた。天下に名高い勿来の関ぞ。通すことはまかりならん。とっとと国さあ帰れ。何とぞ、何とぞご憐憫を。ならんと言ったらならん。一歩も譲らぬ役人の態度さ。一段の者は、困り果ててしまったんだけどもな。今さら帰れと言わっちも帰れるもんでね。みんながっかりしてぐうの音も出ねかったと。そしたら役人は、そうだ現著も海岸淵を出る不らちな者もいるな、と、ちんちい声で言ったと。それから声高に、だけんじょも、貴様らはならんぞ。おとなしく国さあ、けれ、と言ったと。かしこまりました。一個は頭を下げっと、関門から引っ下がったと。誰も一言も喋んなかった県庁も、晴れ晴れとした顔をしていたと。ここから五町ほど戻ったところに、
浜辺さ出る細い道があってな、ずっと行くと海さ出たんだと。これからは海岸淵から砂浜さ通って、一行は無事にいわきの国さ入ることができたんだと。こうして一休みしたところで、みんなはなこその関の方さ向かって手を合わせて拝んだんだと。お役人様、ありがとうございました。俺たちは相馬さ行って必ず成功してみせます。たとえどんなに辛くっても頑張ってみようと思いやす、と言って約束したと。この一行はそれから相馬藩さへって下の神の北向かいという里さ落ち着き、開墾に精出して、そうして屋敷を構えられるほどになったということだ。ざーっと昔、一が酒申した。